仕掛けてくるのか。シュート。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。絶妙なパス、ムヒタリアン。これは狙えます。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。